バールイコールヘルメル県は、レバノンの県の一つ、同国東部、ベッカー高原に位置する。行政府所在地は、バールベック。ベッカー県のバールベック軍及びヘルメル軍が分離、統合する形で設置された。県名は、元となった両軍から取られている。2014年に、県知事が就任し本格的な行政サービスが開始されたが、県設置が明記された。 法律制定日は2003年7月16日である。面積はレバノンの県では最も大きく、人口は約46万人。主要都市はシュフバールベックの他にヘルメルがある。二軍に区分される。ベッカー県時代との領域等の変更はない。軍の下には基礎自治体が存在する。キャビネットアポインツゴニューガバナーズ、アクセプッツカルッシュ、エスレジグネーション。 en, neharnet, 2017年10月23日閲覧。administrative divisions of Lebanon.localiban.org, 2017年10月23日閲覧。City Population, でレバノン a n o n Administrative Division.2021 年6月28日閲覧。ありがとうございます。